暑くない夏。山川雅夫作。夏が来たのね。女は天井を見上げたままで言った。白い天井、白い壁、白いシーツ。女の顔も白い。空を見ているとわかるの。ついこの間まで、どんよりと空の濁った日ばかりが続いてたわ。まるで水に落ちた、ケント紙のような色の空だったわ。空が見てごらんなさい。あんな真っ青な色になって、ムクムクした、力こぶみたいな雲が見えるわ。女は声を落とし、彼に笑いかけた。もう、一年になるのね。うなずいて彼も窓を見合った。窓の外は一面に濃い群青の夏の空だ。この部屋は五階だ。なるほど。ベッドに寝たきりでいるのだったら、見えるのは空しかない。学校の話をしようか。二人は大学のクラスメートだった。が、女は違う返事をした。お願い。窓のカーテンを閉めて。彼はカーテンを引いた。女は大きな呼吸をした。ふざけたような声で言った。私にはもう夏も冬もないの。私はもう何も感じないわ。暑くも寒くもなく、いつも機密室に入ってるみたいなのよ。みんな他人の夏、他人の冬でしかないの。何万人、いや何百万人に一人という奇病だった。去年の夏、突然高熱を発した二十歳の彼女は、そのまま全身が動かなくなった。意識は明瞭だが、五感の感覚がほとんどなく、あとは死を待つ他はないのだ。医者は最大限一年しか持たないと明言した。その一年の期限がもはや目の前に来ている。部屋がムシムシする。彼はハンカチで汗を拭いた。わざと明るい声で言った。羨ましいよ、暑さ知らずだなんて。女は目の隅でちらりと彼に笑った。そうね、今に文化が進歩して、人間たちが気温を一定に調節して、この世から夏や冬を追放することになるのかもしれない。私そんな未来の国に住んでいるみたいね。そうさ、と彼も言った。そうしたら夏や冬は季節の名前じゃなく、土地の名前になっちまうさ。金持ちだけがそれを味わいに出かけていく。遠い土地の名前に。夏や冬はつまり贅沢品になるのね。笑って女は目をつぶった。でも夏はもう私にははっきりとは思い出せない。夏。夏っていくら考えても何か子供の頃に聞いた海岸の物音みたいな遠いぼやけた思い出しか私にはもう浮かばないの。ねえ、夏ってどんなものだったの？暑いってどんなことなの？青く血管の透けるような白い頬で、女はでも固く目を閉ざしていた。不意に涙がその目尻から溢れた。頬に光の筋を引いた。やがて、彼は立ち上がった。涙の線を残したまま、女は眠っていた。彼はいつもと同じように、その女の顔を、これが最後かもしれぬという気持ちで、しばらく見つめてから、病室のドアを開けた。病院の表へ出た。
女の声がまだ耳に聞こえていた。ねえ、夏ってどんなものだったの？暑いってどんなことなの？突然彼は足を止めた。夏の街を歩きながら彼は一つも暑くないのだ。むしろ肌寒ささえ感じられる。慌てて彼は辺りを見た。旋律に似たものが彼を走り過ぎた。いつの間にか眩しかった夏の充実した日差しは消え、どこにも夏がないのだ。彼にも夏がないのだ。空は暗く、季節の消えた街を不気味な冷えた風が動いている。暑くなったり急に寒くなったり、本当に変な陽気ですわね。本当に、さっきまであんなに照りつけていましたのに。あら、雨だわ。中年の女の二人連れが話しながら足早に通り過ぎる。頭にハンカチを乗せ、近くの果物店に駆け込む。彼は息を吐いた。夕立が来ようとしているのだ。やっと彼に夏が帰ってきた。彼は歩き出した。空が陰り、落ちてくる大粒の雨の中で、だが彼は自分にも夏がないと感じた今の一瞬の記憶を心の中でしっかりと握りしめるようにしていた。その時だけ彼は彼女の住む未来の国に触り、その記憶だけが彼女を彼につなぐただ一つの手がかりであるのかもしれない。急速に空に黒い雲が広がり、雨足がしげくなった。わざと夏のその雨の中を歩きながら、彼はハンカチで顔を拭き続けた。